よし、このアップではね、ライトユーザー切り捨てじゃないよ、もうランクリセットよ。だから今まで初心者でもまあシルバーゴールドいけるのは当たり前ってのから、初心者はちゃんとブロンズへ、中級者からちゃんとシルバーからゴールドへ、上級者はそれより上っていう、まあ、他のゲームと近しいシフトになったって考えた方がいいんじゃない。適正ランクに戻るって感じ。あれ何、そう、いいアプデだと思います。なんか今までってもう一定以上の水準あれば全員マスターいけるっていう、その上の方の、じゃあ実際マスターの中でどんぐらい強いのかとか、プレーターの中でどんぐらい強いのか分かんなかったけど、それが全部分かるようになる、このアプデで。強さの細分化ですね。なんかでもここまでランクシステム変えるならもう全部一新してもよかったのにね。こうマークとかも違う風にしてさ、みんなブロンズからスタートでさ、完全ゼロスタートの方がなんか分かりやすそうじゃない？キャパはなさそう。あ、まあキャパはなさそうだけどさ。キャパはなさそう。なんか正直今までと同じ見た目だけど上がりにくくなりましただけだと、なんか納得いかない人も多そう。今まではいけてたのにみたいなね。そうそう、パッと見同じだからさ、スパー不満につながりそうだなという印象。